開始です。だんだんとね、本気出していくのがいいですからね。さあ、左からファールですね。これは緑、さあ、これはちょっと危ないぞ。ボールを取り切りました。キャピタル東京っていったら去年のジャパンカップの決勝戦で戦って優勝した相手ですよね。まあ、その時はベストメンバーだったんですが、おっとファール。今回は練習試合ということで、そうではありません。強烈です。またファール。ファール多いですね、ここ。おっと思った。相手方のファールか。平方にイエローカード。さあ、縦パスだ。
んが、これはコーナーキックになります。緑が上げて、これは直接セシルがキャッチ。ファールじゃない。クラリス、さあとマドカチャンスだったんだが、逆にやばい予感がするぞ。国分が一気に上がってきました。応答しない守備、もう国分が直接言えちゃいましたね。なんでそれ。国分はディフェンダーで、ディフェンダーなので一気に後ろから走って、こう一人でシュートを決めました。得点力すごすぎだよな。マークすると、その上がってくる、動けなくなるとかじゃないよな。ファールじゃないのか。さあここは夏希の判断でキャッチ。萌がセンタリング、キャンデローだ。おっとコーナーキックになりました。ショートコーナーですね。早坂、さあ直線、夏希はここは反応しまして、試合終了でしょうね。これはこちらは結構やれるかなと思ったんですが、結構マークきついし、4本のディフェンスラインを崩せないと厳しいですね。ですが守備が厚い。その直後、そのこぼれ球を拾った守備陣が、国分がもう何も対応できないという感じですね。総力的に国分強え。やっぱこのゲームはスピードだなと思い知らされます。これも危なかった。支配率はこちらの方が圧倒的でしょう。シュート回数も多いんですけどね、枠内が何し0本、決定力の問題がまだまだつきまといます。はい、これ結果が出ましたね。課題が5ついただきました。これで残り1周になりましたね。いたしました。あと残り1周ということで、練習試合はせずに、ちょっと鍛えて本番に挑みたいと思います。次回は開幕戦フォルティール浜松戦をお送りいたします。では次回をお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。